グリーンハウスは神奈川県藤沢市の神奈川県立体育センター内にあるスパニッシュ様式の建物である。設計者はアントニン・レモンド1932年4月の完成時は藤沢カントリークラブのクラブハウスであった。日本で戦前建設されたゴルフ場のクラブハウスはグリーンハウスと同じ1932年に完成した。 ウィリアム・メレル・ボーリズ設計の神戸ゴルフ、クラブ・クラブハウスとグリーンハウスの2カ所のみが現存している。昭和初期、横浜を拠点として活躍する内外の在海人たちの多くがゴルフを趣味としていた。このようなゴルフ愛好家の横浜在海人たちは、不老会という会を持っていた。不老会のメンバーたちの間ではかねてから湘南地域に、 ゴルフ場の開設を希望する声が上がっていたが、1929年12月頃、川名ゴルフコースでゴルフを楽しんだ帰り道に、藤沢にゴルフ場を開設する話が持ち上がった。財界人である、不老会のメンバーたちが注目したのが、関東大震災の影響で破綻した、藤沢の地元金融機関である、関東銀行の資産を引き継いだ。 関東甲信銀行が所有していた土地であった。関東甲信銀行は、関東銀行の破綻処理のために設立された銀行であり、横浜甲信銀行から伊坂隆を頭取りとして迎えていた。伊坂はかつて、関東銀行が所有し、関東甲信銀行が引き継いだ資産等の処分のため、横浜甲信銀行から藤永分発を引き抜き実務に当たらせていた。 また伊坂はゴルフ愛好家として不老会の中心メンバーでもあった。このような中、関東銀行の破綻処理の一環プラス湘南地域でのゴルフ場建設といういわば一石二鳥の案として関東甲信銀行が藤沢に所有する土地を活用したゴルフ場建設計画が浮上することになった。ゴルフ場建設構想が浮上した後、 具体的な建設計画は急ピッチで進められていった。まずゴルフ場建設用地として、藤長分発の圧線によって、藤沢町方に入り、伊勢山周辺の土地約18万坪が確保された。この土地は高台にあり、破綻した関東銀行の経営陣が、銀行整理に際し提供し、関東甲信銀行に処分が任されていた土地であった。 フロー会は1930年3月19日、ホテルニューグランドにて、藤沢ゴルフクラブの発起人会を開催した。発起人会の席で、まず、藤沢ゴルフ株式会社を創設し、土地の買収、ゴルフコース、クラブハウスの建設を行い、会社の経営は、ホテルニューグランドが担当すること、そしてゴルフ場が完成した後は、藤沢カントリークラブに対応することを決定した。 つまりゴルフ場の建設そして所有は藤沢ゴルフ株式会社が担い、実際のゴルフ場の経営は藤沢ゴルフ株式会社からゴルフ場の設備を借り受ける藤沢カントリークラブが行う形となった。そして1930年4月、藤沢ゴルフ株式会社が発足し、ゴルフ場の建設も始まった。藤沢カントリークラブクラブハウスを設計したアントニン・レーモンド。 ゴルフ場の設計は当時活躍中のゴルファーで、ゴルフ場設計者としても知られていた赤星四郎が中心となり、赤星六郎、田中善三郎が協力して進められることになった。ゴルフ場の建設計画について、地元藤沢は概ね歓迎していた。地元の新聞では、文化に恵まれた湘南の地は、ゴルフ場の完成によってさらにその名を高めることになり、 藤沢にとって極めて大きな利益となるという内容で、ゴルフ場建設を評価した上で、藤沢町としても、ゴルフ場の建設に伴い、道路の改修、各種の施設を整備して、大いに外国人の誘致を進めていくつもりであると、紹介していた。ゴルフ場の建設に際して、建設予定地にあった仮想場の移転問題で、紛糾するといった事件も発生したが、 紛争の最終的な朝廷の席で藤永文発が関与するなどして事態を収めた。ゴルフ場のクラブハウスについてはゴルフ場の運営を担う形となったホテルニューグランドがアントニン・レーモンドに設計を依頼した。アントニン・レーモンドは1888年にオーストリア・ハンガリー帝国のボヘミアに生まれた。プラハ工科大学を卒業後アメリカに移住し、1914年には フランス生まれのノエミ・ベルネスさんと婚姻した。その後、フランク・ロイド・ライトの下で働くようになった、レイモンドは、1919年、フランク・ロイド・ライトの帝国ホテル建設に際して、女子として来日した。やがて、レイモンドは、フランク・ロイド・ライトから独立し、レイモンド設計事務所を立ち上げた。ホテル・ニューグランドは、レイモンドに対し、ゴルフ場のクラブハウスを、 スパニッシュ様式で建てるように要請した。スパニッシュ様式とは、アメリカで1915年頃から復活し、1920年代に大流行を見せたスパニッシュコロニアル様式の建築を指しており、スパニッシュと呼ばれているものの実際にはアメリカの建築様式である。日本には早くも大正時代半ばの1919 19年に建築例が見られ、1930年頃から、 流行が本格化したとされている。スパニッシュ様式は屋根と外壁に大きな特徴がある。屋根の形状としては勾配が緩やかであることが特徴であり、和風建築物の屋根の勾配とほぼ同じか、さらに緩やかである。そして屋根はスパニッシュが割らないし、S 字瓦で吹かれ、瓦の色は赤、茶、オレンジなどの暖色系が多いが、日本におけるスパニッシュ様式では、 青緑色の瓦も多用された。外壁は白、クリーム色、薄いベージュなど、やはり明るい色で塗られ、仕上げは、コ手で仕上げたスタッコ壁など、表面がザラザラで凹凸があるという特徴がある。なお、壁面の開口部は小さく、装飾も比較的少ないという特徴もある。また多くの場合、細身の煙突が設けられ、スラリとした煙突が空に向かって立つ軽快なイメージを、 醸し出し、さらに南国ムードを演出するために、玄関付近にビロウ、シュロ、ソテツなどが植えられることも多い。なお、日本でスパニッシュ様式の建築が受け入れられた理由としては、日本家屋とほぼ同等ないしさらに緩やかであるという、屋根の構造と瓦を使用するという点が、他の様式よりも和風の住宅との接中がやりやすかったという点が挙げられる。実際、 南国的で明るくかつ軽いスパニッシュ建築とは、正反対のイメージながら、白壁、瓦屋根、そして小さな開口部といった特徴は、日本の蔵造りとよく似ている。ホテルニューグランドがクラブハウスをスパニッシュ様式で設計するように要請した背景としては、同時期に設計されたホテルニューグランドそのものの増改築案も、スパニッシュ様式であり、建築種であるホテルニューグランド自体が、 スパニッシュ様式を好んでいたと考えられている。また、完成後のクラブハウスについて、明るい甘美な衣装で、ブルジョア好みの田園趣味豊かな建築で、消費者側からはまず文句のないところであろうと、評されており、レーモンドは、建築主のみならず、ゴルフ場利用者の思考も考慮したのではないかと思われる。また、藤沢カントリークラブは、 日本人のみならず外国人の来場も目論んでおり、内外のゴルフ愛好家を招致するために、理想的なクラブハウスの建設を目指したと伝えられている。なお、日本におけるモダニズム建築の父とも呼ばれ、自らが率いるレーモンド設計事務所から優れた、モダニズム建築の建築家を輩出した、アントニン・レーモンドが、スパニッシュ建築を手掛けるというのはまさに畑違いで、意外な印象を受ける。 実際、レイモンドが手掛けたスパニッシュ建築は、藤沢カントリークラブのクラブハウス以外には、同じく1932年に完成した大阪府、寝屋川市の聖母女学院しかない。この当時、レイモンドがスパニッシュ様式の設計を行った理由としては、まだ己の建築スタイルが確立されていなかったことが挙げられる。1938年に完工された、 レイモンドの建築作品集には、藤沢カントリークラブのクラブハウスは取り上げられておらず、モダニズム建築に焦点を絞った後のレイモンドに、とって、スパニッシュ様式の藤沢カントリークラブクラブハウスは、文字通り過去の遺物となっていたと考えられる。完成直後の藤沢カントリークラブクラブハウス。正面から撮影。藤沢カントリークラブクラブハウスの実際の設計は、 レーモンド設計事務所の杉山正則が担当した。設計は1930年9月から開始されたと考えられている。当時、レーモンド設計事務所で製図、構造、設備、積算などの業務担当者がいて、それらの作業全般をレーモンドが監修していた。そして建物の内装はレーモンドの妻であるノエミが担当し、ノエミから、 レーモンドが相談を受けつつ進めていた。つまり各セクションの作業は分業されていたが、作業全般にレーモンドの目が光っており、全体として建築家、レーモンドの意向通りの仕事が進められるようになっていた。なお、藤沢カントリークラブと前後して、レーモンド設計事務所は、藤沢のほか、アビコ、相模、東京のゴルフ場のクラブハウスの設計を行っていた。 レイモンド設計事務所が設計を担当した4つのクラブハウスはそれぞれ異なった衣装で設計されており、共通点は見られない。クラブハウスの設計は1931年3月に完成した。レイモンドによる設計に基づいて、試行を行う業者は競争入札によって決定されることになった。 入札の結果、藤沢町の町公務店が落札し、5月には建設工事が始まった。クラブハウスの建設費用は、事業計画書によれば5万円であった。1931年10月18日、完成したアウト9ホールで、藤沢カントリークラブは仮オープンした。仮会場後、イン9ホールとクラブハウスの工事を急ぎ、 1932年4月末には、クラブハウスが完成した。そして18ホール、クラブハウスが完成したことにより、5月29日に、国宮朝明王、朝香宮平来賓が出席の下、藤沢カントリークラブの会場式が行われた。完成直後の藤沢カントリークラブクラブハウス。南側から撮影されている。1932年4月末に完成した。 藤沢カントリークラブクラブハウスは、鉄筋コンクリート地上3階、地下1階建ての建物であった。1階は、ゴルフ場来場者の受付を行う事務室、ロッカールーム、会議室、売店などが設けられた。2階には、ラウンジ、バー、食堂、調理室などが設けられ、ラウンジの南側はバルコニー、西側は、噴水があるテラスとなっており、ラウンジから、バルコニー、 テラスを通ってゴルフコースに出られるようになっていた。そして3階には倉庫、貴品室、ゴルフクラブ会員の宿泊施設などが設けられていた。なお、クラブハウスは地下室も設けられた。現在もグリーンハウスに残るバラ窓建物本体は細かな造形を省いたシンプルなデザインが特徴的である。一方で階段やバルコニーの手すり、 バルコネットなどの鉄製の装飾が華やかさを演出しており、外壁は白色プラスター仕上げ、屋根は青緑色のスパニッシュ瓦で吹かれ、軽くて明るいスパニッシュ建築らしさを表現することに成功しており、スパニッシュ建築としての完成度は高かった。また、2階西向きの壁面にはバラ窓がしつらえられており、この特徴から藤沢カントリークラブクラブハウスは、 スパニッシュ様式の中でもスパニッシュミッション様式に分類される。建物正面にはスパニッシュ建築でよく用いられるアーチ型に開かれた車寄せが設けられ、玄関をくぐった場所にある階段にも装飾に富む鉄製の手すりがあった。階段を上がったラウンジには中央に暖炉が設けられており、床はモザイクタイル時期となっており、 レイモンドの妻、ノエミがデザインを担当したモザイク画が描かれていて、ゴルフ場のクラブハウスらしく、ゴルフボールとティーなどをモチーフとしていた。完成直後の藤沢カントリークラブクラブハウスのラウンジ。戦後の改修で撤去された暖炉が見える。高台にあって、富士山から江の島、相模湾に三浦半島を望む、風光明媚かつゴルフコースとしても優れた藤沢カントリークラブは、 当時関東地方で最も環境に恵まれたゴルフコースの一つと呼ばれた。藤沢カントリークラブでは日本プロ選手権をはじめ戦前多くの大きな競技が開催されゴルフクラブの会員数も順調に増加し藤沢カントリークラブは関東有数のゴルフクラブへと発展していった。藤沢カントリークラブにはゴルフ好きで知られた朝香宮鳩彦を、 そして東国のみや都市彦王やこの絵ふみまろらの皇族、要人らもゴルフを楽しんだという。皇族や妖人たちは馬車でクラブハウスにやってきた。クラブハウスは当時、キャディの立ち入りは禁じられており、ゴルフクラブ会員のクラブハウス利用時には入り口でキャディとのゴルフバッグの受け渡しを行ったという。クラブハウスの食堂では多くの場合肉料理中心の洋食が出されたといい。 魚料理はあまり出なかった。メニューとしては、ハムライス、ハムサンド、そしてトンカツなどもあったという、戦前の藤沢カントリークラブ一番ホール、奥にクラブハウスが見える。このように、藤沢カントリークラブの経営は順調であったが、周囲の目は必ずしも好意的なものばかりではなかった。早くも1933年に刊行された書籍の中で、 当クラブはすでにその入会料の莫大たると、用具の効果たるのみにても、一般民衆を共端せしめ、格のごとき豪しゃぶりは、将来下級民衆の思想上に、大いなる悪影響を与えるとの危惧の念をふからしめた、とか、すなわち、特権階級の娯楽機関たるものである、など、厳しい批判が記述されていた。戦前期、ゴルフはしばしば特権階級。 ブルジョアの贅沢な遊びであり、一般大衆に悪影響を及ぼす亡国の遊戯であるなどといった批判がなされていた。これはやがて戦時体制が強化される中で、ゴルフが厳しい受難の時代を迎える要因となっていった。ところで1938年4月、藤沢に精神愛好会藤沢本部が竣行した。精神は愛好会の修道所たちは5月頃に行われる。 商店祭の際、藤沢カントリークラブの許可を得て、ゴルフ場内を散策することができた。そしてゴルフ場を散策する、修道女たちは、青緑色のスパニッシュ瓦で吹かれたクラブハウスのことを、いつしか、グリーンハウスと呼ぶようになった。戦前期、藤沢カントリークラブクラブハウスを、グリーンハウスと呼んだ記録は皆無であり、精神愛国会から、 グリーンハウスという呼び名が広まっていったものであると推測されている。1941年からゴルフ場が閉鎖される1943年までの間、藤沢駅と藤沢カントリークラブクラブハウスまでの送迎を行った場所、クラブハウス前で撮影。戦時体制が強化されていく中、もともと何かと世間からの風当たりが強かったゴルフ場は、 厳しい受難の時代を迎えた。1937年頃からはゴルフボール不足が目立つようになり、翌1938年には輸出用以外のゴルフボール生産が禁止され、ゴルフボールも各ゴルフ場に配給する方式となる。強まる逆風の中、ゴルフの競技自体も鍛錬を重視するとして、キャディの廃止、そしてゴルフ場内の有給地を利用して、 農作物を生産するなどの対応が進められた。そして、ゴルフ用語の日本語化が進められ、ゴルフクラブを脱へ、ドライバーをきの一番などというような言い換えが進められた。もちろん外来語であるゴルフそのものも言い換えの対象であり、打球と呼ばれることになって、1942年10月には、日本ゴルフ協会は第日本体育会打球部会と解消され、各 ゴルフクラブもそれに倣って、打球界と改名された。もちろん、藤沢ゴルフクラブも藤沢打球界と改名された。藤沢ゴルフクラブについても、1940年9月の横浜貿易新報紙上に、新体制に即応せぬゴルフ遊戯の縮小を、絶望すると題された、特権階級の強力的スポーツであるゴルフを、球団し、 生産的活動に何一つプラスとならない、わずかな特権階級のブルジョア的趣味を満足させるのみ、ゴルフ場を農地へと転換し、食料増産に活用すべしとの意見が掲載されるなど、戦時体制の強化に従って、風当たりが強くなっていく。このような情勢下で1941年、藤沢カントリークラブは、農地畜産部を新たに設け、 ゴルフ場内の有給地などを利用して、里芋、人参、キャベツ、ジャガイモ、サツマイモなどの生産、羊を飼育して、羊毛の生産、さらには自家用の燃料として、木炭の生産などを行った。そして、ガソリン節約のため自家用車、タクシー利用によるゴルフ場来場が禁止されたため、藤沢駅からクラブハウスまで、開園送迎用の馬車が用意されるようになった。 結局、藤沢打球会は、1943年10月に、横須賀海軍施設部に徴用されることが決定した。藤沢打球会の役員はせめて9ホールだけでも、残してほしいとの陳情を行ったものの通ることはなく、結局、会員、プロ選手を招待してお別れ、競技会を開催した後、10月24日には、施設が閉鎖され、ゴルフ場としての歴史を閉じることになった。 そして藤沢打球会は、藤沢土地運営株式会社と解消され、残務整理等に当たった。戦後、藤沢カントリークラブは再開されることはなく、藤沢カントリークラブはわずか11年余り、仮オープンからも12年でその歴史を閉じることになった。第20連合航空隊司令官として、グリーンハウスで執務した国宮浅明王。かつて、国宮浅明王は、 藤沢カントリークラブの会場式に出席し、またゴルフクラブ会員として藤沢カントリークラブでゴルフを楽しんでいた。横須賀海軍司令部に徴用された藤沢カントリークラブは横須賀海軍航空隊の基地として使用される方針であると報道された。ゴルフ場の閉鎖後、まず境界線の範囲確認がなされた後、1944年4月に、 航空隊の設立委員会が設立され、旧藤沢カントリークラブに先遣隊が派遣された。そして6月1日には、藤沢海軍航空隊が正式に発足した。藤沢海軍航空隊は、戦闘機電話、電波単信機などの無線兵器の整備員の養成を目的とする教育隊であった。藤沢海軍航空隊の司令部は、グリーンハウス内に設置された。開設当時、 藤沢海軍航空隊内の兵舎等の建物はまだ建設中でグリーンハウスしか建物がなかった。また兵員も20から30名と少なく、兵士たちはグリーンハウス内に設置されたベッドで寝起きし、調理場もクリーンハウス内にあった。滑走路、防空壕、そして兵士が寄居する兵舎などの設備は徐々にではあるが、整備されてきた。 そして藤沢海軍航空隊の体制も当初第13連合航空隊に所属していた藤沢海軍航空隊は1944年10月1日に第20連合航空隊に編成外となった第20連合航空隊の司令官には海軍少将国宮朝明王が任命されグリーンハウス内に執務室が設けられた皮肉なことに前述のように 国宮朝明王輝郎は1932年に行われた藤沢カントリークラブの会場式に出席しており、藤沢カントリークラブ会員としてゴルフを楽しんでいた。なお、第20連合航空隊の本部機能がグリーンハウスに設けられることに伴い、藤沢海軍航空隊の本部司令室はグリーンハウス北側に建設された建物内に移動した。 発足当初は20から30名であった兵士も、その後続々と入隊して、やがて約1万名の兵士が練習生として無線兵器の整備員に養成教育を受けるようになった。養成教育はまず銃を担いで航空隊内を走り回る訓練から開始された。もともとがゴルフ場であったためこのような訓練の場としては、うってつけであり、かなり厳しいメニューが課されたため、 ついていけずに除隊となる者もいた。しかし2ヶ月間の訓練の後に無線教育が開始されるのだが、1万名分の教科書が用意できなかった。しかも滑走路は完成したものの、航空隊でありながら、肝心の使用可能な飛行機が白菊1機のみであり、しかもその1機も燃料不足のためにほとんど使用されることはなかった。無線兵器の着脱訓練は、 延体号内にあった廃棄で行われたという。そして6ヶ月間の養成教育を終えた練習生は全国各地の基地に配置されていった。藤沢海軍航空隊は1945年8月15日後の16、17日にも練習を行ったと伝えられているが、8月20日には解散式が行われた。結局海軍航空隊時代はわずか2年足らずで、 終了を迎えた。終戦後、1945年9月2日、第188空挺グライダー不評連隊が、藤沢に到着した。連隊は、藤沢市などの湘南地域の旧日本軍施設に、分駐し、この時、藤沢海軍航空隊も接収された。そして、グリーンハウス内には、第12連合航空隊司令部が設置され、旧藤沢海軍航空隊には、 約550名の米兵が駐屯した。しかし、藤沢など湘南地域の中流米軍は目まぐるしく交代がなされ、中流兵員も徐々に減少し、グリーンハウスに置かれた司令部機能も低下していく。結局、1947年9月には旧藤沢海軍航空隊から米軍は完全に撤収する。旧陸海軍の軍事施設等は戦後、 大蔵省が管理することになった。旧藤沢海軍航空隊の場合、東京財務局が管理を担当することになった。戦後間もなくは、米軍が接収したものの、その米軍が、さほど使用する気配を見せずに撤収していく状況を、見て、藤沢中心部から近く、しかも広大な敷地を持つ旧藤沢海軍航空隊の跡地をめぐって、熾烈な争奪戦が繰り広げられることになる。 藤沢海軍航空隊の土地は、接収前は藤沢カントリークラブであり、実は接収されていた際の時代はほとんど未払いのままであった。そこでゴルフ場として復活させようとの声も上がったが、戦後の混乱期にゴルフ場の敷地問題に詳しい旧ゴルフ場の副支配人が亡くなったこともあって、再開は断念されることになった。 ゴルフ場としての復活がなされぬ中、旧藤沢海軍航空隊の跡地をめぐって様々な団体が動きを見せ出した。最初に動き出したのが、カトリック系の社会事業家たちであった。社会事業家の鶴海正雄は、終戦後わずか3カ月足らずの10月28日、戦災孤児や不老児を保護する目的の施設を、米軍接収中の旧藤沢海軍航空隊、敷地内に設けた。 施設は地名から統治学園と名付けられた。戦前期から母子寮の経営を行うなど、盛んに社会事業を展開してきた平野恒子も、1945年10月には、新中軍と接触して、自らが進める社会事業の必要性を説明した。平野の声は、新中軍を動かし、その結果、接収中の旧藤沢海軍航空隊内に引き上げ者、 母子の保護、支援を行う、施設の建設が進められることになった。社会事業家たちの中で最も成功率に、藤沢海軍航空隊跡地を利用することになったのが精神愛顧会であった。藤沢に本部があったカトリック系の精神愛顧会は、やはり広大な藤沢航空隊の跡地に、戦災孤児のための施設や、母子寮、乳児院、 女学院などの建設を目論んだ。1945年9月頃、精神愛国会の責任者はまず、グリーンハウスを訪れ、駐留している米軍の責任者に面会を求めた。グリーンハウスの食堂で面会をした米軍の責任者は、自分たちとしては、精神愛国会の社会事業に土地を提供するのは、構わないが、日本政府の許可ももらっておくべきではないかと、アドバイスした。 その後、大倉省、そして神奈川県、藤沢市との粘り強い交渉の結果、旧藤沢航空隊跡地の中で最も広い敷地を確保することに成功する。もちろんこの成功の背景に新中軍のバックアップがあった。この時に確保した敷地には、現在も清楚の女学院中学校、高等学校などがある。カトリック系の社会事業からが揃って、 藤沢海軍航空隊や土地の利用が可能となったのはカトリック系であるということが新中軍の理解を得やすかったこととともに戦後間もなくの混乱期、戦災孤児、不老児、引上げ者などの問題が大きな社会問題化しており、この問題に取り組む社会事業家の活動が受け入れられ、新中軍からの強い支援を受けるようになったという背景があった。 藤沢航空隊や土地を狙っていたのは社会事業家ばかりではなかった。広大な土地は農地としても魅力十分であり、農民たちも農地として使用できるように運動を強めていった。運動は個人個人、そして集団でも行われ、特に日本農民組合は1946年夏に農地利用を要求して藤沢市役所に押しかける騒ぎとなった。結局、 前期の社会事業に広い土地を割かれ、農地となった藤沢航空隊跡地は一部に止まった。また、藤沢市としても、市中心部に近く、広大な敷地を持つ藤沢航空隊跡地の利用に関心を持っていた。そしてさらに、藤霊学園が跡地利用を強く求めていくことになる。学校法人藤霊学園は、自主輸本山の遊行寺が創設した学校法人であり、 終戦時には藤沢中学校、藤沢工業学校の2校が所属していた。終戦後、学徒勤労動員から藤沢中学校、藤沢工業学校の生徒たちは、湯行寺に隣接する戦災を免れた学校に戻って、来た。そこに空襲で校舎を失ってしまった相模、商業女子学校が、藤霊学園に経営移管を求めてきた。結局、相模女子商業学校は、 富士霊学園が経営することとなり、1945年9月の授業再開時には生徒たちが藤沢中学校、藤沢工業学校の校舎に移ってきた。ところで、藤沢工業学校は商業学校であったものが、戦時中に当局の要請もあって、工業学校への転換を余儀なくされた経過があった。そのため終戦後商業学校に復帰すべきとの声が上がり、 12月には、文部省から商業学校の復活が認められた。しかし生徒たちは、工業学校転換後は、工業系の授業を受けていたわけで、とりあえず商業学校と工業学校を併設する形を取らざるを得なかった。1946年4月、藤沢商業学校が復活し、結局、湯行寺隣の藤霊学園の校舎には、藤沢中学校、 藤沢商業学校、藤沢工業学校、相模商業女子学校の4校が同居する状況に陥った。終戦時、輸行時隣の藤霊学園校舎の収容能力は1500名余りであった。しかし学と勤労動員から戻った藤沢中学校、藤沢工業学校の生徒は合計約1700名であった。そこに、 相模女子商業学校の生徒たちがやってきて、2000名を超える生徒となってしまったのだからたまらない。富士霊学園側は、職員室を教室に当て、職員室はとりあえず体育館に移した。そして戦時中に海軍が、遊行時境台に建てていたバラックも利用してなんとか、急場をしのいだものの、前日のように1946年春には、商業学校が復活したため、 超満員の校舎に4校が併設状況となったわけで混乱に拍車がかかった。このような状況下で藤礼学園は抜本的な打開策として藤沢航空隊跡地の利用を熱望するようになった。藤礼学園側がいつ頃から藤沢海軍航空隊跡地の利用に向けて動き出していたのかははっきりしていない。記録に残っているところでは 富士霊学園の府警向けの出版物に、1946年1月25日、新中軍から旧富士沢海軍航空隊のバラックの利用許可を得たとの紹介が載せられている。つまりそれ以前から、富士沢海軍航空隊や土地の利用に向けて、運動、画策を進めていたことは確実である。ところが、実際の使用には、神奈川県の許可がいるとの横やりが入ったため、 この時の新中軍からのお墨付きは役立たなかった。そこで、藤霊学園側は、検討局と共に、藤沢海軍航空隊跡地を管理する大倉省サイドへの働きかけを進めた。藤霊学園が、藤沢海軍航空隊跡地獲得へ本腰を入れ出した頃、前述のようにカトリック系の社会事業家たち、そして農民たちが、やはり獲得に向けて、積極的に動いていた。 富士霊学園側は他の獲得運動を見て、1946年1月25日に、新中軍から旧富士沢海軍航空隊のバラックの利用許可を得た後、職員、生徒からなる警備隊を組織して、富士沢海軍航空隊跡地の旧兵舎周辺を自主警備するようになった。1946年夏には、農民団体が跡地の一部を占拠して工作を開始し、 富士霊学園側も、中学5年生を派遣して、現在、清楚の女学院中学校、高等学校となっている場所にあった兵舎を占拠し、自主警備を行うという実力講師に出た。富士霊学園は当初、富士沢海軍航空隊跡地への移転対象として、富士沢商業学校を考えており、新中軍、神奈川県などへの申請を行っていた。 しかし交渉の過程で、藤霊学園側の要求は拡大し、藤沢中学校、藤沢商業学校、そして藤沢工業学校の3校の移転に加えて、上級学校として藤沢専門学校を開校するという、相模商業女子学校以外の藤霊学園の全機能を藤沢海軍航空隊跡地へ移転させた上に、 専門学校を創設するという大計画へと発展した。現在、清楚の女学院中学校、高等学校となっている場所にあった弊社を占拠して行っていた藤霊学園の藤沢海軍、航空隊跡地の自主警備は、やがてグリーンハウスとその周辺の弊社警備へと重点が移っていった。1946年10月末からは、 教員に引きられた藤沢商業学校、藤沢工業学校の上級生10の20名でチームを組み、昼夜交代で警備を行うようになった。警備チームは夜間はグリーンハウスに泊まり込んだ。当時、旧ゴルフクラブのクラブハウスであった、グリーンハウスのような鍵がかけられる部屋は珍しく、警備に当たった生徒たちは半ばキャンプ気分であったという。実際、 グリーンハウス内でレコードを聴いたり卓球を楽しんだりするなど生徒たちにとって警備活動はむしろ楽しみであったと伝えられている。しかし戦後の混乱期、夜間の盗難事件がしばしば起こっており、キャンプざまに進駐していたオーストラリア兵が昼間にトラックを仕立てて現れ、鉄板を持って行ってしまうなどの騒ぎも起きたため、結局、藤礼学園側は教師一名を グリーンハウスに常駐させる措置を取ることになった。この警備活動のことを、藤霊学園では、ゴルフ場、藤沢海軍航空隊があった高台延べ市長から、八州大警備隊と呼ぶようになった。藤沢海軍航空隊や土地の争奪戦は、藤沢市当局、神奈川県大倉省との調整の結果、前述のように、精神愛国会が最も広い土地の確保に成功し、 富士霊学園側は当初希望していた土地は得られず、現在、富士沢商量高校がある周辺の土地を確保するに止まった。富士霊学園の富士沢海軍航空隊や土地の利用許可は最終的に1947年2月に東京財務局から降りた。想定していた土地の確保に失敗した富士霊学園は移転を計画していた中で、 藤沢中学校と藤沢工業学校については、湯行寺隣に残留することになり、藤沢商業学校のみが、藤沢海軍航空隊跡地へと移ることになった。5月2日、藤沢商業学校の生徒たちは湯行寺隣の休校舎から、命名が机と椅子を抱え、新天地となるグリーンハウス付近の新校舎へと移転した。教材なども、 主に生徒たちが運ぶというまさに人海戦術の進行者移転であった。しかも進行者は旧藤沢海軍航空隊の兵舎であり、終戦後は新中軍が主歩として使用していた建物を教室として使用できるように応急回収したものであった。そして1948年1月、藤沢工業学校がやはり生徒たちが机と椅子を抱え、教材なども 生徒たちが運ぶという人海戦術で藤沢海軍航空隊跡地に移転してきたが、3月には藤沢工業学校は商業学校に合併され廃校となった。新天地へと移ったとはいえ、旧兵舎を改造した旧ごしらへの校舎で備品も欠乏していた。その上、終戦の混乱期であったため夜間には盗難も頻発し、ただでさえ乏しい備品がなくなったりした。 しかし、富士山や江ノ島を望む風光明媚な高台の新天地で生徒たちは伸び伸びとした学園生活を満喫していた。休み時間には広大な敷地のあちこちで野球、バレエなどの球技やコーラスなどに興じ、その中でグリーンハウスも生徒たちの憩いの場の一つとなった。藤沢海軍航空隊跡地の獲得をめぐる争奪戦の中でグリーンハウスは 富士霊学園関係者たちから、発州大警備隊と呼ばれた、教師、生徒から構成された、自警組織の拠点となった。その経過もあってか、グリーンハウスには、富士霊学園の教員家族や関係者たちが、居住するようになった。当時、グリーンハウスの使用許可に関する権利は、大倉省が所有していたが、実質的な管理は、富士霊学園が担っていた。 1948年当時、グリーンハウス内には11世帯、約35名が生活していたという。富士霊学園の教員家族や関係者の住居となっていた頃のグリーンハウスは、水道は引かれていたものの断水が多く、近くの沼から飲水して水を確保していたが、濁った水で難儀したという。またガスはなく、各自の部屋で火を起こして、調理等に使用していた。 洗濯を行う洗い場は共同で、また風呂場は木風呂を所有していた居住者がいて、共に見ながら順番で使用していた。かつてゴルフ場時代には、パター練習場であった前提は、畑となっており、居住者たちは、野菜や小麦を作っていた。広いグリーンハウスの建物内で、子供たちは自由に走り回り、かつてラウンジであった2階の大広間ではよく、若者たちがダンスに興じ、 一階に居住していた音楽教師の部屋からはしばしばピアノの演奏が流れていたという。旧藤沢海軍航空隊の土地は1949年になって旧所有者にあたる藤沢土地運営株式会社に返還されることになった。前述のように藤沢土地運営株式会社は藤沢打球界の生産会社であり、 旧藤沢カントリークラブの幼稚内で事業を展開していた各社会事業者、藤霊学園、そして農民たちは、藤沢土地運営株式会社との間で土地の買収、等の手続きを進めていくことになった。このような中、藤霊学園は、野心的な事業拡大計画をスタートさせていた。前述のように藤霊学園は、旧藤沢海軍航空隊の地に、 学園の使用機能を移転した上に、専門学校を設立する計画を立てていた。計画は、藤沢市の都市計画にも織り込まれるほどにまで、進展したものの、学校制度の変更により、旧制度での専門学校設置を目論んでいた、富士霊学園の構想は練り直しを余儀なくされ、また、何よりも、資金難のために、専門学校設置計画は頓挫していた。 しかし1951年になって、専門学校構想は短期大学設置構想となって復活することになる。富士霊学園の短大設置構想による短大名は藤沢短期大学とされ、旧藤沢海軍航空隊の土地に設置される計画となった。短大設置に際して高知、そしてグリーンハウスを土地所有者である藤沢土地運営株式会社から買収し、 グリーンハウスは校舎の一部として使用する計画であった。実際に、富士霊学園は、富士沢土地運営株式会社との交渉を進め、河野一郎から40万円を借り受け、その金を手付金とし、富士沢商業高等学校名義で、富士沢土地運営株式会社との間で、土地売買契約を締結することに成功した。また資金稼ぎを目的として、 現在の全港駅近くの場所で自動車教習所を開設する。ところがまだ自動車の普及率が低かった。昭和20年代後半、せっかく開設した自動車教習所はほとんど客が集まらなかった。藤沢商業の生徒たちを対象に教習を行ってみたものの焼け石に水で1952年末には並行してしまった。 走行ううしているうちに1953年度に入ると、河野一郎から借りた40万円が返済不能となったため、藤沢商業の土地を担保として金を借りて、返済に当てたものの、今度はその返済が滞り、土地が他社に渡る期限が迫るという危機が表面化した。この短大構想に伴う危機的な資金繰りが判明したことがきっかけとなって、 藤沢商業の新校舎建設をはじめとする教育環境の充実の裏でずさんな学校経営が行われ続けてきたという事実が表面化し破綻寸前の経営状態が明らかとなったのである。結局、藤沢商業では校長が解任され新校長の下で厳しい資金繰りをなんとかなんとか切り抜けながら学校経営再建を目指すことになった。一方、 富士霊学園本体でもこれまで短大構想を推し進めてきた園長が更迭されることになった。最終的に藤沢商業の経営難を救ったのは1955年に神奈川県で開催されることになった第10回国民体育大会であった。旧ゴルフ場クラブハウスのラウンジは食堂となっている。正面にバラ窓が見え床のモザイク、モザイク画も残っている。 終戦後の市民スポーツ熱の公用を背景として、藤沢市では1946年8月に藤沢市体育連盟が結成された。しかし市民スポーツの流星とは裏腹に、藤沢市には市営のグラウンド、競技場はなく、学校の校庭を借りて、各種競技を行わざるを得なかった。そこで1947年、藤沢市体育連盟に所属する。 陸上競技協会の会長が藤沢市長に競技場建設を直談判した。競技場建設計画は市議会の承認も得られ、旧藤沢海軍航空隊の土地を確保して工事が進められ、1948年5月に藤沢市営陸上競技場が開設された。競技場のスタンドは小さなどもりのものではあったが、一周400メートルの 当時神奈川県下唯一の公認競技場であった。藤沢市営陸上競技場は神奈川県の主要競技場として神奈川県内のみならず全日本実業団日本学生対抗選手権大会など全国レベルの大会にも使用され当時の日本記録なども生み出した。そして1952年には競技場の東側にバレーコート2面が完成する。同年、 このバレーコートを会場として全日本高校バレー選手権大会が開催される。そして1955年に神奈川県で第10回国民体育大会が開催されることが決定した。藤沢市はバレーボールとサッカーの会場となったものの、市の財政的に会場設営や運営に要する費用の捻出が課題となった。そこで市営総合運動場を 神奈川県に無償で譲渡して、その代わりに県の手によってバレーコートとサッカー場を整備、建設してもらうという案が浮上した。藤沢市議会では一部の議員から無償譲渡に反対する意見が出されたものの、結局市議会の了承が得られ、1953年9月、市営総合運動場は神奈川県に譲渡され、神奈川県営総合運動場となった。 ところで、グリーンハウスは、1953年頃までに、入居者はすべて退去していた。そして1953年9月の、市営総合運動場の神奈川県への譲渡と同時に、グリーンハウスも神奈川県に無償譲渡される。県への譲渡後、グリーンハウスはまず県営総合運動場の建設準備事務所となり、県営総合運動場の完成後は運動場を、 利用する各種競技者たちの合宿所として使用されるようになった。また国体開催にあたり、どうしても藤沢商業の校舎の一部を移転する必要性に迫られた。藤沢商業は県藤沢市と交渉の結果、立ちの企業が得られることになって、厳しい財政難から脱出することに成功した。合宿所となった後、グリーンハウスは、 数回の改修が行われたことが明らかとなっている。ゴルフ場時代のラウンジにあった暖炉も東京オリンピック後の改修で撤去されたと考えられている。1960年から約2年間、グリーンハウスはサッカー、日本代表の合宿所として使用され、合宿時、代表選手たちは1階、監督とコーチは3階の部屋で帰居していた。また、同時期、 2階の旧ラウンジはウェイトリフティング場となっており、やはり1階の部屋でウェイトリフティング選手たちが合宿を行っていた。グリーンハウス内のウェイトリフティング場は神奈川県立体育センター発足後の1968年7月に使用開始された本館2階のウェイトリフティング場の開設まで使用された。なおその後もしばらくの間、グリーンハウスを利用して ウェイトリフティングの大会が開催されていたという。なお、グリーンハウスは前日の神奈川県立体育センター、発足後、体育センターの第二合宿所となった。体育センターの本館2階には、玉の屋の食堂が営業しており、体育センターに合宿を行う、最大130名の食事も提供していた。うち、グリーンハウスの収容人員は60名であった。 そして1971年9月に神奈川県立体育センター内にプールが開設されると、玉の屋の食堂はカキのみ、グリーンハウス内でも食堂の営業を行うようになった。この頃は合宿者、そして体育センターの利用者の多くが玉の屋の食堂を利用し、またカキのプールが開場している時期は最大1000名の客が押し寄せることもあり、多忙を極めた。 しかしこの忙しさも2年ほどで地域の学校にプールが開設され、夏休み時期に開放されるようになって沈静化し、またコンビニエンスストアの普及とともに、体育センターの利用者も玉屋食堂を以前ほどは利用しなくなった。1977年頃、玉の屋の食堂は体育センター2階の店舗を畳み、グリーンハウスのみの営業となった。1988年8月、 グリーンハウスは老朽化のために合宿所としての利用が中止され、その後、グリーンハウスは食堂と管理事務所として使用されている。なお、グリーンハウスが合宿所として使用されなくなった後、玉の屋の食堂の利用者はさらに減少した。グリーンハウス南側からの光景。1972年、グリーンハウスで戦前のゴルフ場時代に行われた、 ゴルフ大会優勝者の優勝者名を濃くした大理石板が発見された。大理石板はかつてグリーンハウス内に掲示されていたものが回収時に外されたものであると考えられた。このことをきっかけに地域住民や神奈川県立体育センターはグリーンハウスや藤沢カントリークラブの歴史について改めて見直し資料を集め出すようになった。1980年代に入ると グリーンハウスに老朽化が目立つようになり、地元から貴重な歴史的建造物であるグリーンハウスの保存を求める声が上がるようになった。1988年1月、グリーンハウス地元の全校住民から神奈が川県知事と県議会議長宛てにグリーンハウスの保存を求める陳情書が提出された。この時は10年後に神奈川県下で2回目となる。 国民体育大会の開催が予定されており、県下の体育施設の見直しが進められる予定となっているので、それまでの間にグリーンハウスを取り壊すことはしないとの回答があった。1994年7月には、地域住民から藤沢市長に対して、グリーンハウスの保存について、神奈川県に働きかけるよう求める要望が出された。これに対して、春藤沢市長は、 協力を約束したが、神奈川県側からは、グリーンハウスの保存について否定的な意見が多いとの回答がなされた。1996年6月、藤沢の新市長に山本駿が就任したことに伴い、地元住民から改めて、グリーンハウスの保存を求める要望書が提出された。この時までに1998年開催予定の、 第53回国民体育大会に際して行われる各種体育施設の整備計画が当初計画よりも縮小されたため国体開催に向けてグリーンハウスの取り壊しは行われないことが決まっていた藤沢市は要望書を提出した地元住民に対して神奈川県としてはグリーンハウスよりも優先的に保護すべきものがあるとの見解であるが取扱い方針は まだ決まっていないと藤沢市側に伝えられたこと、またグリーンハウスの現状保存には約5億円、移築保存の場合には約10億の費用を要する見込みであり、県が取り壊しの方針を決定した場合は写真やビデオなどによる記録保存とともに一部の部材を保存したいと考えている旨の説明を行った。結局、藤沢市側は 神奈川県に対してグリーンハウス保存についての要望書を出すことになったが、県側の回答は現状維持というものであった。2002年にも神奈川県議会議長宛てにグリーンハウスの早急な修繕と活用を求める494名の署名付きの陳情書を神奈川県議会議長宛てに提出したものの、この陳情は県議会議員の人気満了に重なってしまい、 新議未了となってしまった。グリーンハウス2階西側のテラスからの光景。バラ窓が見える。このように地域住民らからのグリーンハウス回収、保存と活用を求める意見はなかなか具体化しなかった。転機となったのが2004年3月、松沢成文神奈川県知事が神奈川緑構想プロジェクト51に基づく県民一人一人が自らの地域を誇れる。 県土作り構想について発表したことであった。蒸気構想の中で構想推進のモデル事業の一つとしてグリーンハウスの再生プランの提案が選ばれたのである。2006年には県がグリーンハウス再生プランの提案について具体的な企画公募を行い、屋敷園文化調査団が公募を受託し、2007年3月には報告書が神奈川県に提出された。 またこれと同時にグリーンハウスの設計者であるアントニン・レーモンドが創始者であるレーモンド設計事務所から神奈川県体育センター第二合宿所現況調査業務報告書が提出される。これらの報告書を踏まえて神奈川県は10月にグリーンハウスの保存活用検討会議を立ち上げ藤沢市と協力しながらグリーンハウスの保存活用について検討していくことになった。 そして2008年度の神奈川県の予算でグリーンハウスの耐震診断費用が計上された。耐震診断はレーモンド設計事務所が行うことになり、2008年12月、レーモンド設計事務所からグリーンハウスは耐震補強を要しないこと、レストランなどに回収する費用として約5億2800万円が必要であるとの見積もりなどが記された報告書が提出された。 しかしその後、グリーンハウスの改修、保存と活用についての動きは再び停滞することになる。グリーンハウス南側バルコニーの後継。バルコニーの鉄柵など建築当初から変更された部分もあるが、建築当初の様相が比較的よく保存されている。グリーンハウスはゴルフ場のクラブハウスとして建設されたが、再三にわたる使用目的の変更を経て、 建物の様相も少なからず変化している。1階部分については、間仕切り壁や浴場が設けられ、2階部分は前日のようにラウンジにあった暖炉が撤去され、バーカウンターも撤去されている。また2階へ上がる階段の装飾性に富む鉄製の手すりも変更されている。そして、建物外部の装飾についても、当初の装飾的な鉄製のバルコニー。 外階段の手すりが変更され、バルコネットに至っては撤去されている。2階西側バルコニーにあった噴水もまた撤去されている。このように、グリーンハウスは建物の各所で建築当初の姿から変更が加えられていて、また老朽化が進行して雨漏りなどが発生しているが、基本的には建築当時の様相をよく留めており、十分に修復可能な状態であると、 判断されている。戦前に日本で建設されたゴルフ場のクラブハウスは、グリーンハウス以外には1932年に完成したウィリアム・メレル・ボーリズ設計の神戸ゴルフ、クラブ・クラブハウスしか残っていない。その上、現存するスパニッシュ様式の建築では、関東地方最大級のものであり、著名な建築家、アントニン・レーモンド設計の希少なスパニッシュ建築であるなど、 グリーンハウスは貴重な昭和戦前期の建築物であると評価されている。神奈川県によるグリーンハウスの再生プランの提案事業の展開や市民団体の普及啓発やグリーンハウス保全活動にもかかわらず、グリーンハウスの改修、保存と活用はなかなか進展しなかった。一時期、グリーンハウスを神奈川県が修復し、その後、 藤沢市に移管して地元の団体が活用、運営するというアイデアが出され、藤沢市としてもグリーンハウスの市への移管に乗り気でもあったが話が進展することはなかった。事態は神奈川県立体育センターの老朽化と2020年夏季オリンピックの東京開催の決定により、神奈川県が県立体育センターの再整備を決定したことによって動き出すことになった。 神奈川県としては、体育センターの老朽化した設備の更新とともに、2020年のオリンピック・パラリンピックの東京開催決定に伴う、神奈川県民のスポーツ熱の高まりを期待して、2020年3月までに、神奈川県立体育センターの施設の再整備を行うことにしたのである。そして再整備計画の中で、グリーンハウスは歴史的に価値がある外観の保存と、 体育センター機能を担う施設として改修されることが決定した。県立体育センターの再整備計画では、グリーンハウスの改修は歴史的価値がある建造物の改修工事として位置づけられ、藤沢カントリークラブのクラブハウスとして建設された歴史的経緯に鑑み、施設の総合受付、施設利用者の休憩、交流などを担う建物として再整備するとした。 計画では、グリーンハウスの1階部分は、体育センターの総合受付、会期室、事務室を整備し、2階部分は、一般利用も想定した談話、休憩、軽飲食などを行うラウンジとし、そして3階部分は展示スペースとして、体育関係の資料や、グリーンハウスの歴史及び建築的価値についての、展示を行う方針である。改修工事は二千十七年七月から開始され、 2020年1月末に終了し、同年4月1日にオープンする予定である。ありがとうございます。